それでは皆様、お待たせいたしました。ただいまからトークセッションに移らせていただきます。ではトークセッションに参加していただく方々、ご紹介させていただきましょう。関西労災病院産婦人科部長の伊藤公彦先生です。すごい派手な観点から出てこられましたね。先生よろしくお願いいたします。改めまして、先生、はい、こちらどうぞ前から、はい、お入りください。さあ、そしてもう今素敵なライブを、はい、披露してくださいました浅見ゆまさんです。はい、お疲れ様でした。だいぶほっとされたんじゃないですか。そうです ね、はい、はい。さあ、そして私たち主催者側からもがんの体験者2人がこのセッションに加わります。キャンサーネットジャパンの橋本真由美さん、どうぞよろしくお願いいたします。そして MBS の菅野明子さんです。よろしくお願いします。はい、で私もかけさせていただきまして、で皆さんよろしく、どうぞお水も飲んでくださいね。ありがとうございます。はい、でライブ配信をご覧になっている方々からもリアルタイムで質問を受け付けます。でツイッターを使ってご質問をお寄せください。ハッシュタグはシャープ MBSCNJ、 シャープMBSCNJ です。必ずこのハッシュタグをつけた上で質問をお寄せください。よろしくお願いいたします。それではですね、改めましてなんですけれども、浅見さんに、はい、簡単に自己紹介していただきたいと思います。そして橋本さん、菅野さんと、はい、よろしくお願いします。はい、改めまして、浅見今と申します。私は18歳からまあ、タレントとしまして、こうアダルトビデオやまあ、その他いろいろバラエティ番組だったり、こう映画などいろいろなお仕事をさせていただいたんですけれども、でちょうど1年前の2月に卵巣に強化悪性腫瘍というものが見つかりまして、はい、今その、まあ、27歳の一人の女性としてこの場に立たせていただいてます。うん、はい、では続きまして橋本さん、お願いします。キャンサーネットジャパン、橋本と申します。よろしくお願いいたします。私もがん患者でございまして、私は乳がんなんですけれども、今から約10年前に、30代の時にですね、青天の霹靂と申しますか、がん告知をされました。でその後ですね、がんの患者さん、ご家族の方を支えるサポート役、何か役に立てないかと思いまして、今の仕事に就かせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして菅野さん。はい、MBS の菅野と申します。私も橋本さんと同じくですね、私は34歳の時に乳がんになりまして、でその後、41歳の時に子宮体がんにもなりました。ということで2回婦人科がんといいますか、女性がんにかかった体験者ということになります。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日は結構たくさん質問も集まってますので、次々と皆様方にどんどんとお答えお願いしたいと思いますけれども、最初はですね、こちら病気の治療中どのようにして自分自身の強い気持ちを持つようにしていましたかというご質問なんですね。これは、まあ、患者さんでいらっしゃる3人の方々それぞれ、はい、お答えいただきたいと思います。じゃあ浅見さん、トップバッターで、はい、そうですね、でも治療中というのはなかなか強い気持ちを持つのはすごく難しいことで、うん、やっぱりどうしても考える時間が多かったりとか、はい、結構こう弱気になってしまったりとか、うん、そういう自分がいたりもしたんですけど、うん、私はこう何か自分が楽しいと思うことをこう見つけるようにして、本当に些細なことでもいいんですけど、例えばじゃあ抗がん治療中で結構副作用でベッドの上でこうずっとしんどいなっていう時も、うん、こうじゃあ動けるようになったら料理を作ろうとか、うん、こうあそういえば猫カフェにも行ってみたいなとか、うん、本当に自分の体が許す限りこうできる限り自分の楽しいと思うことを、小さな目標を見つけるようにしていて、結構それをこう毎回毎回胸に秘めて治療には立ち向かっていましたね。うん、で実際に退院されてからも留学されましたよね。はい、それもなかなかね、1年経ってないうちにっていうのはなかなかチャレンジングだとは思うんですけど。そうです。でも結構治療中ってこうできることとかも結構限られてきたりとかもして、うん、その中でこう自分がいざこう解放されたというか、うん、もう動けるぞ
もうその白血球とかそういう数も気にせず動けるってなった時に、こう一人でちょっと挑戦してみたいなと思って、以前からこう行ってみたかった留学をしてきたんですけど、はい、はい、橋本さんは。はい、私の場合はですね、その人の受けるあの治療の種類によっても、心の持ち方とかやっぱり体に受けるあの負担というのが大きく違うと思うんですけれども、はい、手術のみで抗がん剤等の治療がなかったものですから、うん、手術が終わって逆に何もすることがなくなりまして、うん、じゃあどうやってこう自分の気持ちを支えようかっていうのが、はい、なんか逆にちょっとこうどうしようかっていう、こう思い悩んだこともあるんですけれども、うん、初めに大きな目標を設定してまして、がんになっても別に私自身人間的に変わることはないと思いましたので、うん、少しでも前と同じ生活を取り戻せるようにっていうことで、なるべく同じ生活をするように心をかけました。食べることがご覧の通り大好きですので、太ることも気にせず友達とよく外食をしに行ったりしておりました。はい、菅野さんはどうでしたか？そうですね、やはり今まで通りの生活に戻ろうという気持ちっていうのはすごく私もあって、仕事もそうですし、それ以外の生活もがんになったから何かを諦めるということがもうしたくないなということで、新しいことにも挑戦しようという思いをずっと持ちながら、暮らして治療してたのが良かったのかなという気はします。はい、ありがとうございます。続いての質問なんですが、これは伊藤先生にお願いします。アメリカなどでは子宮頸がんの治療は放射線治療が多いのに、なぜ日本ではステージ1でも手術を進めるお医者さんが多いんですかと。手術をすることにですね、いい点悪い点を教えてほしいというご質問です。はい、ありがとうございます。確かにおっしゃる通りで、1B1 期から 1B2 期、はい、放射線治療が対象になるのは4A 期までなると思います。うん、その中で手術と、競合するというか、どちらの治療法が、でもいいじゃないかというのは 1B1、2A 期、2B 期も一部含まれると思います。そのような範囲なんですね。それは手術によって完全に摘出ができる、いうことが一つで、放射線の方もやはりその感受性があるがんであったら、はい、その成績は変わらないとされています。だから5年生存率とか、再発率ということでいえば、はい、そこらの範囲においては手術しても放射線療法やっても変わりません。はい、で手術の場合は、先ほどお話したような広範子宮全摘術が行われますので、やはり膀胱のに関しての神経が一部切らざるを得ない手術になって、うん、排尿障害の問題であったり、あるいはリンパ浮腫みたいな問題が起こるかも分かりません。ただ、子宮頸がんの場合、扁平上皮がんですと、はい、卵巣は転移が非常に稀ですね。卵巣を残すことができます、うん、先ほど内容ではあまり詳しく触れませんでしたけども、卵巣を残すメリットがあると思います、うん、放射線の場合は骨盤腔全体に当てますので、子宮も卵巣もやはりその生殖能としては落ちてしまうということなんですね。なんか単純にその術後の結果成績が変わらないのであれば、手術より放射線の方がなんか負担が軽いのではないかと素人目に思うんですけど、そういうメリット、ね、デメリットがあるということですね。放射線に関しますと、うん、早期に出てくる副作用と、晩期で6ヶ月以上経ってくる出てくる副作用と2種類あると言われています、晩期の副作用としてはやはり、血尿であるとか血便であるとか膀胱とか直腸にも放射線が当たりますので、うん、そういう問題があると言われています。だから一般的には割と若い患者さんで手術に耐えれる、はい、力を持ってられる患者さんには手術を進めることが多いと思います。で、割と高齢の方であるいは合併症のある方は放射線を進めると、そういう形で、大きくは分かれると思いますけど、先ほどお話したように成績、生きるということであったり再発することに関しては変わりません。そこらも全部情報を全て患者さんにお示しした上で選んでいただいているのが実情だと思います。はい、それはその辺はまあその年齢であったり、先ほどお話もありましたその妊孕性であったりとか、今後どうしたいかというその人生設計とも関わってくる部分でもありますよね。おっしゃる通りだと思います。はい、はい、それでは続きましてなんですが、浅見さんにです、はい、友人が子宮全摘になったのですが不安や悲しみが大きいようです。周りの人には何ができるでしょうか。浅見さんが支えに感じたり助けられたり嬉しく感じたことなどありましたらお話を聞きたいですと。そうですね、もうまずはこう
らず受け止めてくれることっていうのがすごく自分にとっては支えになったんですけど、自分がこう病気になってもうそういう子供とかも産めなくなっちゃったんだっていう話をした時にも、やっぱ周りはどうしても子供赤ちゃんもうそろそろ産み始めたりとかしてる時期で、でもなんか友達は友達で、でも私もすごく大変かもしれないけど、なんかやっぱそれ人それぞれ大変なことはもちろんあるし、彼女も彼女なりにこうなんかいろいろ出産を経験していろいろなんかこうね大変な悩みとか思ってたりもしたんですけど、なんかそういう本当変わらないこう接し方だったり会話だったりとかっていうのがすごく私は救われましたね。いつもと変わらない、いつもとも変わらず、こう変に心配しすぎるんじゃなくって、もうあとはじゃあまた元気になったらこういうことしようねとか、結構そういうふうに受け止めてくれるのがすごく私は支えになりました、その、まあ、お友達が全摘されたということなんですけれども、実際にその摘出する方の立場に、まあ、菅野さんも立たれましたよね。その辺 の, その、まあ、選択する時 の, その悩みというか、どうしますかと言われて、もちろん即答えが出るものではないですけれども、その辺の受け止め方はどうでしたか。ね、もう本当に全摘しないと無理ですという状況の、まあ、時と、それから先ほどの先生のお話でありましたけども、例えば子宮体がんでも、ホルモンの治療で、残せるという選択肢もある場合があるんですね、はい、で私は実はそれができる状態のがんだったので、やっぱりそれができるということがあるとかなり悩みはありましたね。ただやはりいろいろ調べて自分なりに勉強すると、はい、どちらがやはり再発の問題で、有利なのかなというのを本当に自分に納得できるまで考えて、でやっぱり全摘をしようというふうに決めました、はい、その辺に関しましてはもう先生、その患者さんにとってやっぱり非常に悩ましい点でもあると思うんですね。その、まあ、浅見さんは先生にその 1% でも可能性があるなら残したいけれども、はい、って後からでもダメだったんですかっていうふうにも聞かれたというか、もうそうですね、私は最初にこう診断を受けた時に、そのレントゲン上の判断で、こうすごい悪性の疑いが強いって言われていて、自分自身もこう受け止め方としてもう、ああ自分は悪性なんだっていうふうにすごい思い込んでいたんですよ。で実際手術をして自分が境界悪性っていうのを分かった時に、初めてその境界悪性っていう言葉を知って、そうですよ、ね、もし自分がその言葉を知っていて、じゃあ仮に先生にもし境界悪性で本当に少しでも残せるんだったら残しておいてくださいっていうことができたのならば、もしかしたらこう残せたんじゃないのかなとかっていうふうに思ったこともあったんですけど、まあ、先生に、まあ、自分は境界悪性でしたけどその 1% もその卵巣を残すことはできなかったんですかっていうふうに聞いた時に、まあもう私の場合はどこがその元気なものかどこが残せるかわからなかったので、こう冷たいような言い方かもしれないですけど、1% もなかったですっていうふうに言われたんですよね、はい、それはなかなかお医者さんとしてもその言うタイミングであったりなかなか悩ましいですよね。先生きっとその浅見さんの場合は手術後にそれを伝えられたということですね、はい、手術前に 1% でも確率は下げる手術をしてくださいのをお願いしてて、はい、でやはりその手術中に判断して、そのそれこそ子宮を取るべきかどうか、それとかあるいは腸なんかも含めて合併切除すべきかどうかとか判断に迷うことはよくあるんですね、あるいは、患者さんの命のことだけを言えば人工肛門をつけた方が、それは確率が減るということは分かってても、やはりそういうことに関して臓器を失うこと、あるいは人工肛門を増設することに関してやはり抵抗があるのも事実だと思うんです。ですから、まあそういう場合はあらかじめやはり手術前に、今お話もありますけど、いろんなケースを想定してご説明しておくことと、まあ、場合によっては一旦手術は縮小手術になるか分かりませんけどとどめて、もう一度、それからご本人さんと説明して再手術のことも選択するケースもあるかと思います、はい、そういう意味では、まあ、その女性特有の臓器を失ってしまうということに対するそのダメージはすごく多いと思うんですね。で橋本さんと菅野さんはともに乳がんを体験されて温存療法を選ばれましたよね。
はい、ただこれは結果でたまたまちょっと温存できたということでございまして、うんうんうん、はい、実は初めは乳房切除ということで、うん、皮下乳腺全摘術というのが乳がんの場合ございまして、はい、ちょっと食べ物に例えて申し訳ないんですが、シュークリームで言いますと、はい、皮だけ残して中のクリームだけ取り出すような状態、乳腺と脂肪だけ全部取り出すというような術式があるんですけども、まあ、それでということで実は決まってたんですね、はい、でただ結果はなぜか温存できてたというちょっとラッキーな、うん、はい、患者だったんですけど、それも先生がおっしゃったように実際に手術してみないとわからないで、見た結果そうなったっていうことなんですか。そうですね、画像とちょっと特殊な、私の場合は乳がんの種類でして、やはりきれいに残せないとあまり意味がないということで、それだったら取ってしまって乳房再建術っていうのが今ございますので、そうですね、アンジェリーナ・ジョリーさんがやった手術ですね、はいはい、うん、でまあ、そちらの方が、うん、いいんじゃないかということで、はい、そう決めました、はい、菅野さんはその、まあ、乳がんで温存を選んだ当時と今とだとまた考え方がちょっと違うかもっていう話を今日夕方ちょっと会社で一緒にいろいろ話してて、私ちょっとそれはへーと思ったんですけど、そうですね、はい、やっぱり手術の時っていうのは時間がない中でもうこういう形にしないといけないとか、あと決めてくださいとか、本当に追い詰められた中で考えないといけないので、なかなか自分の新しい体のイメージっていうのがもう受け入れられないんですよね。でもそれを過ぎて長い間、まあ、がん患者として暮らすと、周りにもいろんながんの方と接することもあって、はい、いろんな方と出会う中でだんだん自分の中で本当にイメージが変わってきて、例えば私は乳がんになった時に本当に全摘になったらどうしようってすごくやっぱり怖かったんですけれども、はい、今だったら受け入れられるような気がするんですね、うん、まあ、もちろんいろんな再建術の進歩とか、はい、そういうこともあるんですけども、やはり時間というものが体に対する思いを少し癒してくれるんだなという気はしますね。ありがとうございます。で続きましてなんですが、こちらはですね、伊藤先生にです。成功の体験がなくても20歳を過ぎたら検診は必要でしょうか、はい、子宮頸がんの場合は検診が有効という話もありましたよね。そうですね、先ほど HPV がほとんどの子宮頸がんの原因であるというお話しました、はい、ただ、例えば腺がんに関しては全部が全部 HPV が検出されるわけではないことも言われています、うん、ということで、やはり頸がん検診というのは受けていただきたいのが我々の立場です、はい、ですから本当に私1回も接骨したことがないんですが、うん、でも子宮頸がんになっている人も実際はいます。そうですね、はいはい、でやっぱり年齢的には20歳を過ぎたらというのが一つの、そうですね、我々はそのようにお願いしています、うん、で先ほどお話したように本当に若い方の頸がんが増えているんですね、うん、で、まあ、この頃、晩婚化で晩餐化の中で、はい、今キャリアアップしている中でこれからやっと結婚出産を考えようという方が残念ながら子宮を失うだろういない機会というのはたくさん我々見てますので、ぜひともまあそういう検診を受けていただくこと、あるいはもうちょっと翻ってみればワクチンを接していただくことでそういうことを少しでも防げればなというのが我々の思いです、はい、そうですね。そのワクチンなんですけれども、私も娘が中2になりまして、ちょうど去年学校から受けましょうっていうプリントをもらってきて、そのもう2週間後ぐらいに厚労省が見合わせますっていうまたプリントをもらってきて、どうしようってかなり悩ましいんですね。で、まあ、2、3年ちょっと様子を見たらどうであるとか、またワクチンもまた新たにより改良されるんじゃないのとか、いろんな情報が飛び交ってますよね。そのあたりは先生、その打つタイミングとかはどう考えたらいいですか。それに関しては本当に、国を挙げていろいろ、今の副反応を全部拾い上げて、うん、それを調査して、はい、接種の、定期接種の、勧奨をまた再開しようという動きにはなっています。まだもう少しだけ時間かかるかなと思ってますけども、はい、私は早くそれを願っている立場です、うん。で今先ほどご紹介した2種類の16、18ハイリスクに関して16、18を予防できるワクチンが市販されています、はい、また今後、休暇ワクチンとかそういうのが発売する予定とはなっていますが、まだいつというのははっきりしていません、うん、
で、副反応に関して言いますと、はい、一番いろいろマスコミなんかで取り上げてセンセーショナルだったのは副音声の、局所疼痛症候群と言われるやつだと思います。でそれに関しては実は別に、日本以外の海外でもやっぱりワクチン接種でも報告はあります。だいたい10万接種あたり 0.1 から1人ぐらい報告あります。ただそのパーセンテージは特にその国日本だけが多いわけではないです。はい、でそういう原因としては外傷であったり、針を刺すという方そういうことが原因になることがあるんですけども、実は献血なんかでもそういうことが起こっていて、そのパーセンテージの方が高いことのデータもあります。はい、あ、そうですか。でそういうことを踏まえて考えていただければワクチン接種はもちろんその、リスクもありますし、そういう形になった方は非常に気の毒ですし、それに関しては十分な手厚い保護は必要だと思いますけども、全部のリスクベネフィットを考えていただいてワクチン接種は私は積極的にすべきという立場です。はい、わかりました。次はですね、男性の方からなんですが、男性はどのように患者さんをサポートし向き合っていけばいいでしょうかということですね。これじゃあ浅見さんはじめ、はい、皆様方にそうですね、きっとでもやっぱ体自体が違うじゃないですか、男と女の人で。そういう意味では今日女性のがんについてなんですが、男性の方が多くお見えになったというのは私はすごくいいことだなと思うんですね。やっぱりパートナーであったりする人の体について、知っていただきたいですもんね。そうですね。なのできっとこう話していて、わからないこととかもきっと出てくるとは思うんですけど、それをこう興味を持つというか、このわからないことがあっても、こう話を聞いてくれるだけできっと心強かったりすると思うので、その弱音を吐いたりとかそういうこともあるかもしれないんですけど、それを受け止めてあげる、それだけでもう違うんじゃないのかなとは思ったりもするんですけど、はい。橋本さんは乳がんって分かった時には、はい、もう結婚されていて、はい、旦那さんもいらしたんですけれども、はい、ほとんど旦那さんにはあまり相談せずに、はい、治療方針をほぼ一人で決められたという、はい、そういう意味で男性からはのサポートはあまり必要は、はい、どうだったんでしょうか。そうですね。主人だけでなく、私の場合は家族にも全く相談はしなかったんですね。そうですね。で、結構自分自身しっかりしてたと思うんですね。で、あまりこうパニックになることもなく、はい、逆にその周りのいろんな人たちに言うことによって、多分いやそれはこうじゃないかとかいろいろ言われることが私はすごく嫌だったんですね。 あれこれ良かれと思ってしてくれるアドバイスが、はい、なのでできるだけ自分でもう医療的なことは先生にお聞きすればいいと思いましたので、はい、で先生とのやっぱり診断関係もそれは良かったと思うんですね。なので別に家族に申し訳ないんですけど、あんまり頼ることはなくちょっとここまで来てしまいました、はい、逆にいつのタイミングで家族の方にお話されたんですか。ですね、主人はちょっともうおかしいっていうのを分かってたので、すぐに告知されてもすぐに電話して言ったんですね。でやっぱり一番困ったのが親への、逆に私からの親への告知が一番困りまして、もうどういう状態になるか分かって出ましたので、一番実は悩んだのがその部分なんですね。いつどのタイミングでどういうふうに告知をすればいいのかっていうのが一番実は悩みました。はい、じゃあだいぶ経ってからですか、しばらく経ってから。そうですね、病院に出す保証人を出す書類があったんですけれども、それを署名と夏にもらいに行くときにですね、もうこれがちょっとチャンスと思いまして、結局そうですね、半月ぐらい経ったときに、はい、親に告知しました、はい、その時の反応は大丈夫でした。いや、もう予想通りで、ちょっとたまたま父親がその時旅行に出かけていなかったんですけども、母親一人でもう顔面蒼白で、一言もう頭の中が真っ白というふうに言われましたね。なので私自身がん告知されて別にそんなに泣くことってほとんどなかったんですけども、そうですか、その親の強いですね。その姿を見る時が実は一番辛かったですね、はい、そういう意味ではでも
菅野さんも、まあ、もちろんあのご家族にはやっぱり伝えたわけですけれども、ね、家族に望むサポートっていうのはどういうものですか？そうですね、まあ、うちの家だけではなくて、うん、まあ、いろんなあの患者さんの仲間のお話も聞きますと、はい、うん、あのまず本人はやっぱりかなり混乱はするんですよね。そういう時に一番大切なのはやはり正しい情報を得て、うん、で治療納得して治療を受けることだと思うんですけども、はい、そういうあの本人が納得できるように手助けしてあげるってことができるのかなと、うん、あの例えばあのいろいろなあの、はい、まあ情報ってたくさんあると思うので、そうで氾濫してますもんね、その、はい、正しくない情報も中にはあったりして、良かれと思っていろいろ、はい、あの私自身も経験ありますけど、うん、ちょっとあのそういう民間療法は良くないのになと思う、うん、患者の私が思うようなことを、やはりかなり信じられて進められるとか、そういうこともあったので、うん、まあ、ご家族は冷静に何が本当にあの正しい情報なのかを、はい、やはりご自身でも考えられて、うん、そうですね、であの患者さんを支えるというのが大切かなという気はします、うん、はい、ありがとうございます。よろしいですか、はい、あのまあ、男性からのサポートということで、まあ、サポートに少し関連してなんですけども、あと質問の中に事前にいただいた質問の中にあったんですけども、はい、セックスはいつからできるんでしょうかみたいな話がありました、でそれはがんに関わらず、なぜ良性の腫瘍でも我々子宮全摘とかした場合、膣の奥をこう縫うんですね、で塗った傷がやはりちゃんと癒えて、そういう、インサートに耐えるようになるまで 2,3 ヶ月かかります、2,3 ヶ月、はい、でそれは定期検診の中で我々が大丈夫だと思ったらもう大丈夫ですから、はい、ぜひ、今までのように性生活をしてくださいことはお話しています、まあ、なかなか日本人の方、もう一度そういう婦人の病気をされるともうそれっきりもう全くありませんみたいな方多いんですけど、私のは積極的になるべくそっちの方にトライしてくださいことをお話しています。ただ、それまでに関しても別にそのインサートだけがセックスではありませんし、とにかく肌と肌の触れ合いというか、うん、スキンシップというのは大事だと思っています。そうですね、それは夫婦間でもそうですし、あるいは同性間でもそうかも分かります、はい、我々も医者です、こう患者さんを見るときに、うん、手術であったり抗がんであったり、うん、であったり何かの治療をする以外にも、うん、手当てと言いますよね、うん、手を当てて患者さんにも触れるだけで、患者さんは非常にこう癒されることがあるんです。ですからそれはぜひ家族の方とか、うん、ご夫婦でもあのぜひ手当てし合うというような形ですることが一つのサポートになるんじゃないかと思います、うん、そうですね、そのサポートだからどこまでこうあの気持ちだけでなく体の部分もこう寄り添えるかというか、こうしたらいい、ああしたらいいよって言ってこうガンガン進めるのはちょっとやっぱりヘビーだったりしますから、よくご本人の気持ちに寄り添ってこう対応するっていうのがいいのかもしれませんね。はい、それではですね、こちらのリンパ覚醒したことによるリンパ浮腫の予防で浅見さんに何か行っていることはありますかっていうことなんですけど、あ、私はリンパ浮腫予防で何かされてますか？特に私がですね、自身があのリンパ節を切除していないので、うん、あのそこまでリンパ浮腫というものはないんですけれども、でも私の周りでもすごくやっぱそのリンパ浮腫ですごく悩んでる方がいて、はい、本当になんか対処のしようがないみたいなことを彼女はおっしゃってたんで、逆にこう先生にそういうなんか対処の仕方がないのか聞きたいですね。はい、お願いします。はい、ありがとうございます、はい、やはりそのリンパ節の覚醒をすればするほどそういうリンパ浮腫の発生の頻度が上がります、はい、もう一個はリンパ節に実際転移があった方なんかやっぱり上がるわけなんですね。で、まあ、予防的に覚醒したけど実際転移がなかったという方、うん、なんかに関しても、とりあえずそういうリンパ節覚醒をした方は入院中に必ずそういうリンパ浮腫の起こる可能性を説明して、弾性ストッキング、弾力性の強いストッキングですねを、予防的に術後も履いていただく、うん、それだいぶ違います。そうですね、はい、し、まあ、もし腫れ出したら早めにとにかく手当てすることが大事です。でそれは、セルフマッサージで自分でこうマッサージしてドレナージですね、あの、うん、エステとかでやるドレナージとまた違いますので、はい、すごく強くやるんじゃなくて本当に小鳥をなぜるような形でドレナージ、うん、まあ、小の方からしていって、本来の骨盤のそういうメインストリートが捉えているわけですから、はい、外の方の側腹のこの、脇腹の方に流していって、うん、脇の下からこう今日
胸管という心臓の近くまで流してあるそのような形を、指導するような形にしています。で、まあ、そういう男性ストッキングともしリンパ浮腫が実際発生した時にはいろいろな、公的な補助なんかも購入にあたっては出るようになってますので、ぜひあの主治医の先生方と相談していただけたらいいと思います。はい、ありがとうございます。あと排卵痛がある人は卵巣がんになりやすいですかという質問も来ているんですけれども、それは何か因果関係はあるんですか？排卵痛というのは基本的に排卵したときに卵巣自体が微小なやっぱ出血をするんですね。出血の中のそういう、はい、サイトカインという、まあ、そういう炎症を引き起こす物質が、その炎症を起こして痛みを起こしていると考えられます。ただ それは排卵とつながっているだけであって、はい、その排卵することが卵巣がんに直接排卵しやすい人が、排卵の時に出血しやすい人が卵巣がんになる、はい、そういうようなデータはありません。わかりました、はい。それではですね、検診に関してなんですが、同じく先生になんですが、どのレベルの医療機関に行けばいいのでしょうか。いわゆる町の産科でいいんでしょうか、あるいは専門病院の方がいいんでしょうかと、検診を受ける病院の選び方についてですね。はい、ありがとうございます。基本的にはやはりそのかかりつけの産婦人科やホームドクターみたいなのを持っていただきたいと思ってます。そこで定期的な検診、はい、2年に1回の検診、うん、あと現在少し、考えられていますのは HPV の、検査を併用するような検診、併用検診というのがあります。併用検診、はい、HPV の検査と、子宮頸がん従来の方法をやると。で、両方ともマイナスだったら、アメリカなんかではこの前までは3年ごとの検診でいいでしょうと言われてました。現在は5年に1回でいいんじゃないかと言われてきています。まあ、ただそれが本当に、まあ、費用対効果であるとかそういう、将来のがんを減らすことにつながるかどうかに関しては日本でもこれから検証しなければいけないことで、はい、モデル都市を決めて現在その併用検診が始まりだしたところです。で、まあ、どこで受けることかという話に戻りますと、基本的にはやはりお近くのクリニックで受けていただいて、大きな病院であるとか大学病院にはそのレベルで行きますと本来その大きな病院でやるべき機能が落ちてしまいますので、大きな病院はやはり集中して重症の患者さんを見て、早く社会に復帰していただくのが役目ですので、お近くのクリニックで見ていただいて、その上で異常が見つかった場合に大きな病院に紹介いただくと、まあ、そのような地域連携というのはどこの病院もちゃんとできてますし、クリニックの先生が決してそれを見落とすだの、下手そういうことは決してありません、はい、みんなが一律の、テクニックを持つように、うん、学会とかを含めて、講習もしてますので、その点は安心していただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。それではですね、いろいろお話を伺っているうちにも時間も過ぎてしまったんですけれども、では浅見さんから今日お越しいただきました、はい、皆様方に何かメッセージを、はい、いただけますでしょうか。ユーストリームでご覧になっている方もいらっしゃいますしそうですね、私はそう、病気が見つかってから約1年とちょっとが経ったんですけど、本当に今この場に立っていることとかも本当にいろんな方に支えていただいて今の自分があるってことを本当に実感してるんですけれども、これからそうやって支えてくださった皆さんにもこういろいろメッセージを伝えていったりとか、こう何か力になれることがあるならばどんどん活動していきたいなと思ってますので、これからもよろしくお願いします。今日お越しのファンの方がおっしゃってました、これからはこういう活動も浅見さんしていきそうなんで、大阪にもまたちょくちょく来ていただけたら嬉しいな。なんかファンの方ってみんななんか顔見知りでいらっしゃるんですよね。はい、でも自分自身が本当にこう25、6歳とかで、大きな病気をするとか、それこそがんという言葉とか聞くなんて本当に思っていなかったので、こう年齢も関係ないんだなとか、だから若い方にも本当に検診にも行ってもらいたいなと思いましたし、卵巣の病気がすごく見つかりにくいっていうことを自分自身が体感したので、ぜひぜひ少しでも自分の体をいたわってほしいなって思います。そうですね、ありがとうございました。そして伊藤先生、今日は男性もお見えですけれども、その男性にも女性の体について知っていただくことも含めてやっぱり大事なことですよね。そうですね、本当に今日は男性の方たくさんおられて嬉しかったですね。久しぶりに男性をたくさん見ましたそうですね、そうですよね、日頃女性ばっかりですもんね、お仕事で先生から皆さんに何かメッセージいただけますか。では、そうですね、冒頭にもお話ししましたけども、本当に婦人科のがんというのは予防できる部分
まだもちろんできない部分もあるんですけども、そのための第一歩は子宮がん検診に行くことと HPV ワクチンの接種だと思っています。それと症状があったときにすかさずやはり産婦人科にためらわず恥ずかしがらずに行くことだと思います。ぜひ今ちょっとがん検診行ってなかったねという女性の方、あるいはお家に帰られて男性の方はご家族の方に聞いていただいて、ちょっと行ったらというようなことを声掛けしていただければ幸いかと思います。そうですね、ぜひよろしくお願いします。はい、今日お忙しいところ本当にありがとうございました。皆さんどうぞ拍手でお送りくださいませ。はい、菅野さん、橋本さん、そして浅見美馬さん、そして伊藤先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。